皆さん、こんにちは。ジャニーズのインテリ班として、現在はニュースゼロのキャスターとして活躍中の櫻井翔さん。故ジャニー喜多川さんの性加害問題が世間を大きく騒がせる中で、櫻井翔さん自身も引退の危機に瀕しているとささやかれています。櫻井翔さんに一体何があったのでしょう。そこで今回は櫻井翔さんの番組降板や引退の噂についてお話ししてみたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。嵐の櫻井翔さんが窮地に立たされていると言われているのは、2023年5月15日に放送された「ニュースゼロ」にキャスターとして出演するも、故ジャニー喜多川さんが行っていたとされる性加害問題について全く言及しなかったのです。これに対し日テレ局内では賛否両論入り乱れた状態のようで、日テレ局内からは大きな批判が上がっており、報道番組キャスターとしての地位が危うくなっているようなのです。ジャニーズ事務所の藤島ジュリー景子社長は5月14日動画で性加害問題について自ら出演して謝罪しました。翌15日にはニュースゼロの月曜キャスターを務めている櫻井翔さんの出演日であり、ここでどのようなコメントをするかに世間から注目が集まっていました。ところが番組内でこの問題を取り上げる間、なんと櫻井翔さんは画面から姿を消し、メインキャスターの有働由美子さんだけで番組は進行。有働さんは、この件については番組で話し合って私が話しますと切り出し、まずは性被害については被害者のケアを最優先にしてほしい、そしてエンタメを通じてたくさんの夢を見せてきてくれたジャニーズだからこそ、ファンや私たちが迷いなく夢を見続けられるようにしてほしい。そのためには今回の説明にとどまらず、プライバシーを守った上でですが、情報をオープンにする社会的責任を果たしていくべきだと思いますと語っています。さらには、私たちゼロも性被害は絶対に許さないという姿勢でしっかりと向き合っていきたいと思いますと宣言しました。この番組の対応については SNS でも賛否は分かれており、櫻井翔さんに配慮した日テレを擁護する声がある一方、コメントできないなら出演しなければいいのに、扱うニュースを選ぶならキャスターを名乗らないでほしいという論調もありました。番組内で櫻井翔さんがどのように振る舞うかに関しては、月曜の朝からどうするかという話し合いがずっと行われていたといいます。結局何も語らないという結論に達したようなのですが、制作会社関係者は櫻井さんの方から話したいという強い意向もなかったそうですし、最終的にはテレビ局側のジャニーズに対するいつもの忖度だったようですと語っています。しかし日テレ内がこの番組のやり方にもろ手を挙げて賛成というわけではないようで、反対の声も数多く聞かれているようです。社内でも報道がそういう姿勢でいいのか、情けないといった声があちらこちらから上がっているとのこと。裏番組の TBS 系報道番組ニュース23が積極的にこの問題を取り上げているのに比べると、日テレはあまりにも弱腰に見えてしまうことへの不満が上がっているようです。櫻井翔さんは2006年にニュースゼロのキャスターに起用されてから選挙特番の司会を務めるなど、日テレ報道番組の顔として活躍してきました。しかし今回の一件でそれも大きく揺らいでしまっています。日テレはこれまで視聴率を稼ぐために櫻井翔さんを起用してきたのですが、このような時に話せなかったことで一気に風当たりが強くなってしまっているようです。局内はもうキャスターとしては厳しいという空気に包まれていると言われています。もちろんすぐに降板ということはないでしょうが、いずれその方向に向かうことになると言われています。何年にもわたってアイドルやタレントキャスター、とりわけジャニーズキャスターについて批判の声が多かったことも事実で、その理由はまさしくジャーナリストに比べて圧倒的に制約が多すぎるからだと言われています。そしてそれが今回のこの一件で改めて浮き彫りになってしまった形になります。櫻井さんがコメントを避けたことで、やはり日テレ内でこの問題がタブー視されているという印象を与えてしまいました。バラエティ番組の MC なら発言を求められることはなかったと思いますが、キャスターという立場である以上、櫻井さんとしては何か発言すべきだったし、ジャニーズ事務所としてもその方が良かったのではないでしょうか。今回ジュリー社長の見解が公表されたのは14日の夜9時でした。もともと週末には見解を示すということだったようですが、
結局はこの日のジャニーズジュニアのコンサートが終わって以降の発表というタイミングになりました。これは仕方がないとはいえ、うがった見方をすれば、土日にキャスター番組を持つ東山紀之さんや城島茂さんといったベテラン勢に発言の機会が及ばないようにしたのではと勘ぐられても仕方がありません。元ジャニーズ事務所所属で TOKIO の城島さんは土曜朝に週刊ニュースリーダーで、東山さんは日曜朝にサンデーライブで、それぞれキャスターを務めています。この世代はまさにジャニー前社長に育てられたこともあり、この問題について発言することが難しいかもしれないのですが、キャスターである以上、視聴者からは見解を発信することを求められているのは間違いありません。もはや何も語らないでは済まない状況なのは、自分たちが一番理解しているはずではないでしょうか。こうした状況の中で、ジャニーズ事務所の子ジャニー喜多川前社長の性加害問題が、さらなる波紋を呼んでいるようです。ジャニーズジュニアの中には、性加害を受けたシーンを収めた極秘動画、通称 X ファイルを持つ者がいると噂されています。藤島ジュリー景子社長は14日の謝罪声明で、元ジュニアのカウアン・オカモトさんの告発が事実かどうかは明言を避けていますが、元ジャニーズタレントは性加害はあったと証言しています。この一連の騒動の発端は、英国の公共放送 BBC が2023年3月、ジャニー喜多川さんからの性加害を受けたとする元ジャニーズタレントらの証言をもとにしたドキュメンタリー番組で問題を追及したことでした。芸能界で長年まことしやかに噂されてきたことが、これにより表面化します。翌4月には公安さんが日本外国特派員協会で顔出し会見し、性加害を受けたと告発しました。5月14日にはついにジャニーズ事務所が沈黙を破り、藤島ジュリー社長もついに顔出しで謝罪声明を発表しています。こうして世間から厳しい目を注がれるジャニーズ帝国が恐れているのが、性加害のシーンを収めた動画、通称 X ファイルの存在のようなのです。テレビ局関係者は、被害に遭ったジュニアの中には、ジャニーさんから性加害されることを予期して携帯やスマホでそのシーンを隠し撮りした者がいます、もちろん被害の証拠として残すためと語っています。また別のテレビ局プロデューサーも、この X ファイルの存在について関係者の間で知られています、それを使ってジャニーズを脅そうかと考える者もいると聞きますと言います。カウアンさんは4月の会見で、ジャニー氏の性加害のシーンそのものではないですが、性加害の現場を公開していました。それは東京渋谷区にあるジャニー喜多川さんの自宅であるタワーマンションの居室を収めた動画で、ジュニアたち用のベッドや風呂が映っていました。当時15歳のカウアン少年が招かれた際に自身のスマホで撮った動画だといいます。ジャニー喜多川さんの性加害は基本的にこのタワマンで行われたとされています。この X ファイルが外部に流出すれば、ジャニーズ事務所にとって致命傷となりかねないのは間違いないでしょう。しかしジュリー社長は14日の謝罪声明で、叔父にあたるジャニー喜多川さんがすでに個人であるために事実確認できないとして、カウアンさんの告発に対する真偽の明言を避けています。しかし元ジャニーズタレントは、自身は被害を受けていないと首を横に振りつつ、他の所属タレントに対してはありましたとだけ証言、被害に遭ったジュニアに対する配慮からそれ以上は口をつぐんだそうです。いかがでしたか。ジャニー喜多川さんの性加害についてコメントをしなかった櫻井翔さん、その去就に注目が集まりそうです。そして存在が噂されている X ファイルはまさにパンドラの箱、その存在と内容が明るみに出れば、ジャニーズ帝国が崩壊は免れないのかもしれません。今後この問題がどのように展開するのか注目が集まっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録していただくと次の動画も見ていただきやすくなります。励みになりますので、高評価もぜひお願いします。それではまた。